吉本マネージャーのランウェイレディオ。皆さんこんばんは。8月13日木曜日22時になりました。ランウェイラジオ木曜パーソナリティの吉本マネージャー先輩と後輩がお送りいたします。渋いなぁ。何、やっぱりなんか渋いのもかっこいいなと思ってきたね最近は。最初は結構まあ頭でね、こう歌ったりとかっていうアレンジもあったけど、やっぱだいぶ太田康介の影響を受けてるねこれはね。ちょっと影響受けましたね。であとこう千葉選手、うん、はいはい、もう結構語りかけるような口調で。そうですよね。ちょっとハイテンション恥ずかしいなって思ってきましてね。はい。ただゆっくりなと火曜日に反省会っていうのをやりまして、はい、その時に一応吉本マネージャーからの、まあ、スキルアップ研修ということで企画やりまして、はい、でやっぱまあ、聞いてるランナーさんは、まあ、千葉ちゃんのやっぱやべっち FC のデジッチのテンションの高い千葉ちゃんが見たいんじゃないかということで、明日はちょっとアゲアゲでやってもらうっていうのを一応テーマにやってもらうので、また前回と違った、はい、ラジオ DJ が明日は千葉ちゃん、ちょっとお楽しみにしていただければなと思いますね、はい、じゃ冒頭クイーンで始まるということもあるんですかね。あるかもしれない、うん、あの名曲が何でしたっけ、千葉 D マーキュリー、あの名曲とともに、ね、ランウェイラジオが始まる可能性あるってことで。ただなんか、うん、そこまでぶち上げられるかはやっぱあれ、はい、みんながいるんでできますけど、一人だとなかなかあそこにテンション持っていくの難しいと言ってたんで。ただただ反省会私も拝見いたしましたけど、はいはい、彼は、車内、まあ、道中で、はい、撮ってらっしゃるんですよね、車内でしたら、はいはい、それはもう一人の空間ですから、まあ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 、そうですね、そんな強みはないですよ。駐車場で、はい、練習が終わり、帰る前に、はい、撮って帰ると。そうですそうですそうです。なるほど。そんなのもう絶叫し放題ですからあの空間は。ちなみに、うん、中には入ってませんでしたが、はい、収録には入ってませんでしたが、はい、千葉ちゃんと太田くんのラジオってちょっと短いじゃないですか、我々とかガックに比べると。そうですね、確かに確かに。大体12分3分なんですね。キュキュッとしてますね。もうちょっとこれ聞きたいんだけどっていう話を、まあ、本人たちにしたんですけど、はいはいはい、いやいやいや、これ違うんだ。え？やっぱ家から、はい、やっぱもう職場とか、はい、そういう時に向かう時に、うん、こうまあイヤホンで聞きながら、なるほど、みんなに、まあ、そういう感じで聞いてほしいから、それぐらいの時間がいいという話をしてて、いやちょっと世の中の人そんなね、こう10分13分で着くようなところに住んでる人って、まあ、逆に少ないじゃないですか。少ないよ。いろいろ聞いてって分かったんですけど、うんうん、結局本人たちの家から練習場がそれぐらいの距離だ、うんうん、はい、だからもう自分たちに合わせてサクッとやろうとすんなよラジオの収録、自分たちの道中に合わせてあの時間にしてるらしいんで。なるほどね。ただ次から往復分で25分から26分ぐらいでね。そうですね、やってもらってもいいかなと思うんですけど。いや本当に、何なら僕も通勤の電車で撮りますよリモートで OK なの。本当ですか、はい、雑音がすごいけどノイズすごいですよ、ね、楽しみですね、はい、いやまあ逆に近藤で言うと昨日のラジオ、結構長かったですね。長かったな。やっぱ最初にタイムがあれ出るじゃないですか、はいはい、あれ見た時にやっぱ40とかっていう数字があると、うん、ちょっとなかなか見るのしんどいですよね。ねえ、よう喋ったなって思いましたけど、って思うとやっぱ10分、はい、13分だったらあちょっと聞いてみようかなっていうのは確かに思うな、うん、まあ、確かにコンパクトですもんね。結果我々も、えーその13分の方に寄せていこうと。寄せていきましょう、ということでサクッと、はい、心地よーい、キュキュッと。なんか CM 川さんお待ちしてます狙ってますか、はい、そこはやっぱり
マネージャーですから なかなかこの150とか、それぐらいの視聴数では絶対に、スポンサーつきませんが、そうですかね、まあ、グロスでいきましょう。グロスでね、で我々だけじゃなくて、はい、全体で、全体の視聴数が伸びることを期待しながら、そういう今日も頑張っていきましょう。はい、一つお願いいたします、はい、というわけでまずはこのコーナーからいきましょう。マネージャーアイ、エコーつくんでね、あの大丈夫です、はい、ありがとうございます、このコーナーではマネージャー目線で所属選手の動向やランウェイの取り組みなどについて解説していきます。選手たちはプレイヤーズアイということで、選手目線で試合やチームの出来事などを語っていただきましたが、我々はマネージャーということでマネージャー目線で選手を語っていきたいと思います。今日は、はい、ちょっとなんか物申したいことがあるっていうことで、まあ物申したいというとちょっとこう大冗談になっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、いや、あの長尺の近藤学徒さんのね、昨日のしっかりもうご操作で聞いてしまったんですけど私は聞かないスタンスでしたからね、聞かないスタンスだったんだけど、まあ、うっかり聞いちゃったら、はいはい、まあ、ある意味聞いといてよかったなと思ったのがね、はいはいはい、ベガルタ仙台の浜崎拓磨くん、はいはいの下り、ありましたね、めちゃめちゃ熱くていいトーク、ねね、されてたと思うんですけど、あれね、はい、まあ、ちょっといやらしい話ちょっと言うか迷ったんだけど、はいはいはい、あれ全部、はい、ガクトがお笑い文化生として来た時に俺が言ってやったことなのよあれは吉本マネージャー後輩さんが、うん、ガクトに対してやってたことを、うん、全く同じことをガクトが、そうなのよ、浜崎選手にやってる、うん、多分勘違いしてんじゃないかな、自分が言われたことを自分がやってやったと多分勘違いしてるのかなと思ってて、まあ俺あのね、まあお笑い文化生を、まあ、ちょっとこう預かる立場といったら、まああれですけどあのまあこう何人かこういらっしゃる中で必ず決意聞くわけよ、はい、お笑いでどこ目指したんやと。なるほど、うん、面談をね、面談しますもんね、ダウンタウンさん目指したいんかと、はいはいはい、今で言ったらエグジットさんとか霜降りさんとか目指したいんかと、はいはい、なるほど、どんな決意あるんやと、戦えるのか、戦えるのかって言ったら、まあ、みんな離れてくんだけどガクトだけはね、はいはい、やっぱあのガッツあるね、はい、もうそれでも学びたいって言ったから、はいはい、もういろいろ教えてやったっていう経緯があってね、なんか聞いたな、その話。そうなのよ、だから俺これデジャブかなと思って聞きながら、じゃあご飯とかもなんか食べてたらすぐ横に来たり、そう横に来て、こいつ可愛いやつやなみたいなはい、はい、ちょっとこっちはもう他の仕事あんだからっつっても教えてくれっつって、多分あのだからいろいろまあボールの置き方とかね、浜崎君に教えたって言ったけど、はいはい、俺も話のテンポとか間合いとかも全部こう、あ、そう、やっぱそんな決意あるんだったらそれ教えてやるよ つってバンって言ったのよ、お前それひどいぞと、はいはい、あのラジオだってお前ひどすぎるっつって、話の間がちょっとおかしいやろと、ね、褒めないんだ、そう、まあ、それはやっぱり上目指してるって言うんだから、それも教えてやったわけよ、内心ちょっとこういい感じで来てるぞと思ってても、うん、あえてこう、そう伸びてるなっていう確かなね実感はあったけれどもさ、ドーンと言ったのよ。でもね、かじりついて、で今もうラジオ何番組も持ってね、そうですよね、成長してるわけですから、はいはいはい、もうこの日のこと忘れないですよ僕は、うん、ね、8月の12日この日は絶対忘れないです僕は。8月の12日は何ですか？あれこれ今日は何日？12日ですね。8月12日、あ、そうそうそうですね、はい、なるほどなるほど、はい、そういうくだりをねもうそっくりそのまま使ってるから。なるほど、まあ、でも考え方によっては、うん、はい、ある意味、まあ、ガクトはそれをこう吸収して、まあそうだね、こうアウトプットしてるというか、うん、まあいいとこなんかもしれんなあれはうん、まるで自分のことかのようにやっぱ言うからね。なんか後輩となんか巨匠みたいな感じになっちゃって。いやいやいや、まあ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 。一応僕先輩で。そうですね、ごめんなさい。で、そうですそうです。でもやっぱなんか。吉本歴で言ったら貫禄あるなやっぱり。いやいやいや、まあでもなんか、まあ、確かに J リーガーとしても、うん、まあ前回ちょっと明るみになりましたが、はい、1年間でしたっけ、1年間の J リーグ、J リーガー経験を経て、そうですね、かじったと言ってもいいと思いますけど、はい、で、まあ、あのその後、まあ、社会人デビューといいますか、まあそうですね、まあまあ、もちろん J リーガーも社会人なんですけど、はいはいはい、まあ、そういう意味ではガクトより先に、まあ、先輩ですからね、まあね、
サッカー選手としては、そういうやらしい見方をしたら、まあ、そういう風になっちゃうかもしれないですけど、いや、別にやらしくないです、はいはいはい、まあ、そうですね、そういう、はい、まあ、先輩という立場から、まあ、ガクトにこう、まあ、指導して、うんうん、まあ、それがガクトの中でもしっかり生きてると、ね、だからやっぱりこう自分の中でこう吸収して消化して自分のことのようにやっぱ喋ってるガクトを見て、これはもう成長したなと思って、なるほどなるほど、頼もしい思いだった、まあ、でも結構やっぱ自分の言葉みたいな感じでガクトもね、そうでしょ、言ってたんで、まあ、自分のものにしてます ね、 ねえ、いや、あれ嬉しかったな、まあ、ちょっと複雑な思いだったけどね、あ、なるほど、うん、ある種嬉しい反面パクった疑惑っていうことですね、まあまあまあ言い方悪いけど、うんうん、なるほどなるほど、うん、まあいいいいいい、これで視聴数伸びればいいよこれはマネージャー冥利につきます、はい、広いなやっぱ懐、はい、ところが、いやいやいや、まあそれはね、深広い深広い、ありがとう、深広いって初めて聞いたけど、まあでもね、浜崎選手に関してはもうこれからも楽しみです ね、はい、ね、なかなかいないですもんね、ああいう選手、ないですよ本当に、鮭みたいな選手ですね、それはもう悪口でしょ、鮭ってどうなの、鮭川に帰ってくるってこと、最終的にずっとこう上に、あ、上にね、はい、あ、はい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 、DFL から、はい、あ、そういうことですね、ぐるぐるぐるっと、なかなかね、鮭の例えってそういう風に使うの、はいはい、いや、なんかちょっと違うと思う、こうピークを過ぎて、ええ、こうちょっとカテゴリーを落としていくっていうパターンは、まあ、多いじゃないですか、なるほどなるほど、はいはいはい、やっぱこう年齢も大卒ですよね、彼は大卒 で、ね、で JFL で、そっから今 J1 までこう、 いやもう俺はもう完全に鮭だなと思いましたね、いやちょっと違うでしょ、なんか違うよ、鮭イメージを、ね、抑えてないと思うんですよ、こう彼、僕は彼のなんかこう、うん、ロゴとか作るんだったら完全に鮭、鮭なんだ、メインにしますね、大丈夫、まあでも今後もやっぱりちょっと注目して、僕も聞かなきゃいけないなっていう気持ちにさせられた、なるほどね、うん、これは聞かなかったらとんでもないことになるなと思ってその他のエピソードも喋ってるんちゃうかと思って、ね、なるほどなるほど、うん、じゃあまあ今後の発言もね楽しみですね、うん、はい、いや、それで言うと、あの先日火曜日の、その反省会でも、まあ、ちょっとこうスキルアップ研修みたいなことを、まあ、さっきも言いましたけどやったんですけど、特訓してましたね、あの、まあ、もちろん今回は、近藤と、はい、明日は、まあ、千葉ちゃんがそれを、まあ、テンションノリノリでやってもらうっていう、ちょっと今、はい、千葉ディマーキュリーで千葉ディ来んのお願いしてるんですけれども、うん、まあ、そこの、まあ、火曜日 の、まあ、あの反省会自体を MC としてやってくれた太田選手のやっぱ MC 力にもやっぱ注目、今後えぐかったな太田くん、伸びしろがね、伸びしろしかないよ、あれもすごいよ、可愛かったな、可愛かったな、あんな棒読みスタイルある、前日には台本送ってたんですけどね、あ、そうなのね、あれもその場で送ったのかと思った、いや一応ね、太田くんこういうことやんないって言ったら、うん、面白いですねって、いや声読み込んどきますって言ってたんですけどね、うん、まああのだから本当に伸びしろがあるなっていうところですよね、ようラジオやりたいって言ったなと思いましたけど、でも伸びしろですね、あれはね、だから言葉ね、うまく伝えられたい、はい、正しい言葉を使いたい、はい、だから彼の今後のラジオ、いやもう意欲がいいよ、ね、ね、期待していきましょうよ、はい、期待しかない、はい、うん、でまあ、今後はね、まあ、ラジオもそうなんですけれども、ランウェイ自身のこう、まあ、いろんなこう取り組みだったりとか、はい、サロンもそうですし、イベントもいろいろやってますんで、運営の裏側とか教えてくれるんですか、もちろんです、まあ、今年は残念ながらコロナでイベントはキリンレモンカップだったりヤベッチカップとか、はい、そういったことが、まあ、できてないんですけども、なるほど、またこれも、まあ、良くなってきたら、どんどん発信、ここのマネージャートークでですね、皆さんに発信していけたらなと思いますので、ぜひあのご期待くださいっていうことです、はい、今で15分なんです、おコンパクト、こんな感じで行きたいんで、なるほど、残念ながら、はい、時間が来てしまったので、早いな今日、今回もランナーさんからのメッセージを、時間がもう来てしまったので、はい、ご紹介はなしと、なしなんだ、まあでもマネージャーに答えられてもっていう話だもんね、ランナーさんからしたら、まあ、まずは選手聞きたいよ ね、 ね、うん、まあ、っていうか、まあ、前回に引き続いて、はい、我々へのメールは全くなかったとでしょうよ、いうことなんですけど、うん、なので、まあ、ちょっと次ぐらいからは私個人的にちょっと自分自身への質問みたいな、自作自演、いや、あえて自分自身に聞きたいことみたいなのを改めてこのメッセージを使って、なるほど、やってみようかなと思いますね、
でもちょっとこれ我々もね、やっぱりこの2名だけだとちょっと心もとないんで、もうそろそろちょっと何て言うんでしょう、解禁します、リーサルウェポン呼んでもいいんじゃないですか。解禁しますか。はい、やっぱりこう他の J リーガーの方々のね目線でこのラジオどうですかっていうのも聞きたいじゃないですかね。そうですね、はい、ちょっとそこはこの番組でもご紹介させてもらってぜひ呼びましょう。まあ電話でもいいですしね、はい、まあ、コロナの状況もありますんで、井原さんとか。だからこれ我々のラジオは159回ぐらい視聴していただいてるんでしたっけ。そうです、そうです、ね、でそれあの近藤学徒の言葉を借りるならば、我々も地域名古屋だけじゃなくて全世界から159人が聞いていただけるっていうことですから。はいはいはい、名古屋の人多分聞いてないですか。あんまりそうですよね、属性が多分違うと思うんで、はい、ちょっと乞うご期待していただき、その某有名選手呼んで、そうですね、フリーディスカッションしたいですね。いますからね、はい、吉本にはたくさん、あのぜひ井原さんもそうですし、駒野さんもそうですし、いますいます、山下さんもそうですし、はい、森でもそうですし、そうですね、最高を学ぶから、まあ、いっぱい、まあ、名前挙げていけばキリがないです、キリがない、はい、ないことはないですけど、はい、ぜひあのその力を使って視聴数を伸ばそうと、総力を上げて視聴数伸ばしていきます。頑張っていきたいと思います。はい、ということで今週はここまで、メッセージの投稿方法はランウェイラジオオフィシャルウェブサイトに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。皆さんからのメッセージお待ちしております。次回は明日金曜日、千葉和彦のランウェイラジオをお楽しみください。それでは本日はランウェイラジオ木曜パーソナリティ吉本マネージャー先輩と See you next week 後輩がお送りいたしました。